ロバート・グリフィン・ケッペルは、アメリカ合衆国ミズーリ州出身の、元プロ野球選手。宇トを右ミギ現在は選挙士を務めている。2000年の MLB ドラフト会議にて、ニューヨーク・メッツに一巡目で指名された。マイナーで6シーズンプレーした。2005年5月16日に放出された。2006年2月1日にカンザスシティ・ロイヤルズと契約し、 同年5月25日にメジャーデビュー。8試合に登板するが0勝4敗に終わる。10月15日に FA となった。2006年11月10日にコロラドロッキーズと契約。2007年は4試合の登板にとどまり、その後 3A でプレー2007年11月5日にフロリダマーリンズと契約。3A でプレーし、 メジャー当番なしに終わる。2008年11月3日に FA となった。2008年12月15日にミネソタツインズと契約し、2009年6月にメジャー昇格。リリーフで37試合に登板し、10月6日のシーズン最終戦でメジャー初勝利を挙げた。この試合は延長11回表途中から8番手として登板し、 12回表に1アウト満塁のピンチをマネクが無失点で切り抜け、12回裏にチームがサヨナラ勝ち四地区優勝を決めた劇的な試合だった。2010年1月5日に放出された。2010年1月7日に北海道日本ハムファイターズと2年契約を結んだ。3月22日、開幕3戦目の福岡ソフトバンクホークス戦に先発したが、 左は秋腹を痛め、わずか17球で1回終了後に降板。左内副社筋の軽度の座礁と診断され、3月24日に出場選手登録を抹消された。4月8日に再登録され、東北楽天ゴールデンイーグルス戦に先発。6回4失点で来日初勝利を挙げた。5月12日の阪神タイガースとの1回戦で、 9回2失点で来日初完投を決めた。前半戦は不調なチームを引っ張り、交流戦では4勝を挙げるなど、ダルビッシュ優、武田勝と共に先発陣の柱としてローテーションに加わった。夏場以降は背中の痛みなどや不運な負けも多く勝ち星こそ伸びなかったものの、12勝8敗、防御率3.35と好成績を収めた。 脱三振は少なかったが158.2インニングを投げ、基本塁打は10本に抑えた。2011年に東北地方太平洋沖地震が発生した際に日本を勇気づけたい理由からアメリカに住む家族を呼び寄せた。3月20日のインタビューで一番大事なのは被災者の助けになるような投球をすることとコメントを残した。開幕第4戦に先発するも5回トレー。 3を投げ4失点であった。シーズン後半は打ち込まれるケースがあったものの、14勝、防御率3.22、投球回数162イニングと前年度を上回る成績を収めた。シーズン中は、ダルビッシュ有、武田マサルに次ぐ3番手投手として活躍した。オフに、ブライアンウルフと同時に、球団最速で契約更新を行った。2012年は、 開幕から2試合を投げたのみで右肩を痛め1、軍登録を抹消された。6月には痛めた右肩の手術を行い、残りのシーズンはリハビリに専念した。2013年、この年は2勝5敗に終わり、9月25日に球団から退団が発表された。2014年1月11日にシンシナティレッツと2年契約のマイナー契約を結んだ。 2015年オフに自由契約となる。2014年初頭に父がガんと診断されたため、父の増援事業を継承するために同年、シーズン前にすでに事実上引退していたことが、後年アメリカ市、ナショナルカトリックレジスター電子版の報道で明らかとなった。ケッペルは野球選手としてのキャリアよりも家族を優先し、ためらいなく引退したという。 速球の平均球速は約時速1 4 4キロメートル。11歳の時に少年野球の水売り州選抜の一員として来日した経験から日本に興味を持ち、選手として日本でプレーすることを決意した。新日課であり、東日本大震災復興支援試合で自分が日本に対して興味を持った理由や日本に対する愛情などを語った。和食を好み。 遺跡ごも寿し、刺身、味噌汁などのおかげもあり、日本文化にすぐ馴染めたという。3A で中継ぎで自己最高の成績を収めた翌年に、ファイターズ入団を決意したのは、スターターとしてのオファーだったからという。自身は、マイナー時代が長く、メジャー昇格した際もすぐに、マイナー落ちを繰り返していた。その時のことを、 短い期間だけメジャーにいることを一杯のコーヒーを飲みに来たと言います。私は野球イコール仕事と考えてしまうようになっていたと語った。好きな日本語はお疲れ様だという。理由はこの言葉にはたくさんの意味合いが含められていますよね。アメリカに戻っても使いたいと思うのですが、短い言葉に置き換えようとしても英語では見当たらない。 日本の文化を上手に表現しているなと感じます、と語った。温厚で真面目、誠実な性格でチームの中にすぐに溶け込んだ。人柄の良さからファンからの支持も厚かった。記者にも誠実に答える人物であり、日刊スポーツの本末場さがインタビューした際に1年間取材していただいてありがとうございました。私は日本語の新聞を読めませんが、 成績がいい時も調子が悪かった時も好意を持って記事を書いていただいたと聞いています。ファンとのコミュニケーションの一つは新聞です。その橋渡しとなっていただき、ありがとうと答えた。家族が帰国している際には本人はあまり朝に強いわけではないが家族とコミュニケーションをとるために毎朝7時に起きてインターネットカメラで家族と会話しながら朝食をとっている。 夫人が第三子の長男を出産する際にシーズンを大切にした以降から夫人の出産には立ち会わず国内に残った。球団内の人望が厚く当時在籍していた外国人選手の中ではリーダー格であった。2011年オフには外国人では異例の選手会役員に選ばれ特別アドバイサーに就任。焼肉が好物である。 日本人には抵抗のある人が多いとされる一人焼肉も平気であり、実際に一人で焼肉屋に行ったことがある。その話を聞いた同僚の武田勝は、僕でも一人では焼肉は無理でしたことがない。でもあいつはすごいと語った。ちなみに内臓系の肉は苦手である。二千十三年七月十四日の復帰当番で五回に失点で高騰すると交番の際、 リハビリ担当の中垣トレーニングコーチに自分もこうして投げられたので一緒に復帰を目指した勇気に渡してくださいと告げ最後のボールを託した。対談の際に監督の栗山秀樹は自分が監督になる前からファイターズに貢献してくれて怪我をしたままチームを離れることは避けたかった。マウンドに上がれる状態にしてあげられたことが何よりでケッペルの野球人生がこれからも良きものになるよう。 祈っていますとコメントした。高校入学前は、サッカー、バスケ、野球と複数のスポーツに参加していた。高校時代は、バスケット部に絞り、野球と兼任していた。ポイントガードとしても活躍し、母校を初の州王者に導いて、ミズーリ州の2000年の高校 MVP にも選ばれた。ありがとうございます。